はい、私です。今日も一日どんどんリミッター外して若くなるけでいきましょう。今日はあなたがどんなグループに属しているのかみたいな話になるんですけど、いや昨日ねとあるレストランに行ったんですよ。でね、そのレストランは海外になんか数店舗あるレストランで、そこの海外に行くと僕必ず行く店で、とても素敵なレストランなんですね。すごく気に入ってるレストランなんですよ。それの日本1号店ができたっつって、あ、行ってみようと思って行ってみたんですよ。行ったんですよ。そしたらなんかね、まあ俺のテーブル、横のテーブル、ちょっと壁があって向こうは見えなかったんですけど、まあ両端のテーブルがなんかわかんないけど、客がもうウィーみたいなやつらなのよ。何言ってるのか伝わってる？たまたまなんだけど、両方とも大阪弁で、あんたかねーみたいな。フェラーリ2000万で、フェラーリ2000万だってしかったし、みたいな。じゃあ、それは大阪弁じゃねえな。大阪弁じゃなくてもいいんだけど。なぜかフェラーリを買ったな。いいっす、お疲れ様です、いいっすみたいな、なんか、こっちはこっちで。で、なんか、見ると、みんな入れ墨、タトゥーがあって、みんな全員じゃないけどさ。別にタトゥーしてたっていいし、大阪弁も別に悪くはないけど、要はそういうウィーみたいなやつらなんだよ、客がみんな。別に若そうって意味じゃないんだよ。年は行ってるんでもさ、ウィーな人いるじゃん、なんかさ。その株買ったけん、5000万で買ったけん、みたいな、わかんないけどさ。あ、別にお金持ちって意味じゃないよ。なんかこう、あ、そうそうそう、あ、なんか、社長のから社長。社長気に入った、ひいきにするからや。みたいな。この二チームは別に友達じゃないんだよ。全然知り合いじゃないんだよ。でもたまたま俺が座った席の、こっちとこっち側、そんなウィーみたいな。社長呼んでくれ、社長。みたいな。わかんないけど。コンドミニアム買っとけ、みたいな。金持ってるって意味じゃないけどさ。いや、そう、で、なんでだろうとって、俺も聞くのも怖かったから聞いてないんだけど、多分、察するに、その海外のレストランチェーンの日本の営業権を買い取った、で営業をすることにした、そこの会社の社長が多分そのウィーな人なんだよね、多分ね。ああ。だってその海外のお店はなんかこう、本当になんか地元の夫婦がこじんまりやってるようなんで、店舗もなんか数店舗、家族経営数店舗みたいな、なんかどっちかというとアットホームの店だったんだけど、なんかそれが日本第一号店来たらウィーみたいなのが集まってて、なんかすごい居心地悪かった。で、多分もう二度と行かない。で、要は何か言いたかったとさ、仲間集まる人のところに集まる、みんな同じ磁石で引き合って、同じ仲間が集まるんだねって分かった。だってその、別に悪いって言ってる意味じゃなくて、それはそれでその生き方だからいいんだけど、ウィーの社長が、俺が日本でオープンしたから友達集まってくれって言うと、ウィーウィーが集まってくるわけじゃん、その店に。ねえ、あなたはどうですか？どういうグループに属していますか？だからやっぱりグループってあるんだなと思って、だってこの人と全く知り合いじゃないみたいだから、別に同じこうなんかに署名して一緒のグループで活動してるわけじゃなくて、引き寄せられてるってことだよね、その空気に。人間ってだから属するグループってあるんだなと思った。そんなこと思った。いや、そして思った時にね、俺はどんなグループに属してるのかなと思った時は、多分関係ないやつやってやろうぜみたいな、止まったんじゃねえバカ野郎みたいな、多分チームなんだよね。で、多分それが周りから見ると不快って感じさせてしまう人たちもいるよね。なんであの人たちなんかあんな無駄にポジティブな感じ、あの感じ、めげない感じ、そんな人生なんていいことばっかりじゃないみたいな、ウィー、俺の感じはまた違うと思うんだけど、それは分かってくれてるよね。でもまあ、俺は多分、俺の仲間はそういうやつが多いんだよね。やってやろうじゃないか、バカ野郎、みたいな。関係ねえ、リスクなんか関係ねえよ、みたいな。失敗したら失敗したらいいじゃないかよ、みたいな。でもそういう生き方はものすごい嫌だっていう人もいるよね。俺なんか昔言われたことあったもん、なんか、足立くんははしたないですって言われたことあるもん。だから、なんかわかんないけど、そういうさ、なんだわかんないけどさ、親子三代、慶応幼稚者で、自分の名前がついた会社があって、ね、
わかんないけど、ヤマタ電機の山田さん、ヤマタ電機のはヤマタさんか知んねえけどさ、いや別にヤマタ電機はたまたま出てきただけで、直接全然関係ないけど、自分の名前がついた会社があって、親子3代、慶応幼稚から、そしてみんな、ボンボンのお友達、わかんないけどさ、そういう人たちにすると、多分、IHQ も発してないですってなるんだろうね。上等じゃねえかだけどね。いや、もっと言ったらあれだよね、何ほら、皇族系の方とかさ、皇族系なんかから言わしたらもう、はしたないにも程があるよね。あとさ、そういう意味じゃなくて、例えばさ、図書館司書仲間みたいなさ、もう、ゆっくり静かなところで本を読めるだけで私の人生幸せ。お金とかって何ですかそれ。素敵な本が読めるだけで幸せっていう、例えばグループもいるじゃん、多分。金儲けとか、ほんとはしたないもん。お酒飲む？お酒なんかもう、そんなの、はしたないわかんないけどさ。わかんないもん、何言ってんだよ、わかんないっすよ。それぞれグループってのはあるってことだよね。そして自分がどこのグループに属してるのか。そして自分の属してるグループは、のいいところは何なのか。悪いところは何なのか。そして自分のグループを嫌ってる人たちも世の中には絶対いるから、そういう人たちにどう思われてるのか、自分のグループは。っていうのをちょっと考えてみるきっかけになったかな。まあ、あなたも考えてみてください。あなたはどういうグループに属していますか。いいところは何ですか、悪いところは何ですか。そして、同じグループにやっぱりね、ずっと使ってるのはやっぱり良くなくて、そしてもちろんのことね、俺はウィーが嫌いだとか言いながらも、他人のグループを嫌って攻撃する必要はないよ。だってそれはもう、それぞれの価値観なんだから。そういう生き方なんだから。そこはお互い別に認めるべきな、そういう生き方もあるよね。ね。そしてさ、やっぱり大事なのは、行ったことのないグループに行ってみるとか大事で、俺も先週その話はまだしてないと思うけど、サルサ教室に行ったのよ。サルサダンス。ダンス教室に行ってみたのよ。いや、うちの近くにサルサバーがあってさ、六本木のさ、毎日盛り上がってんのよ。で、まあまあ、俺とは全く違う人種の人たちがサルサを踊り狂ってるのよ、毎晩。で、あれができたら俺、ちょっと俺の人生も素敵になるかなと思って、サルサ教室に行って、始まって5分で俺には無理だと思ってやめたんだけど、でも違うグループに属してみようかなっていうトライはやってみるべきだよ。なんかあるよ、そこに。ごめん、取り留めもない話でいつも毎日。でも自分の属してるグループは何？いいところは何？悪いところは何？もっと他のグループに属してみることはできないかな？みたいなことは考えてみようか。そうするとまた自分がよく分かって面白いことが起きると思います。頑張ってみましょう。私でした。